大原は山の浮世絵。当州祭者楽画。大原は山文五郎文政5年12月20日は、江戸時代の相撲力士。山形県出身。最高位は、西前頭5枚目。現役時代の体格は159センチメートル、169キログラム。百姓の子として、出羽国村山郡長泥村に生まれる。生後1年2ヶ月で10巻。 二歳で115センチメートル33キログラムと伝わる。また、七歳で身長三尺九寸七分、体重19巻、腹三尺六寸と西絵に記されている。その街道ぶりから、1794年9月、数江戸市七歳で江戸に出て初土俵を踏んだ。土俵入りに人気があり、江戸中で大評判になった。勝川春江勝川春山、 北川歌丸、東州塞写楽などの絵師がこぞって浮世絵を描いた。中でも、写楽は、大荒は、山土俵入りシリーズとして、四点浮世絵に描いている。また北斎半儀の裏に掘られた四枚の色半儀が、ボストン美術館に残っている。完成、共和年間は、土俵入りのみだったが、文化年間に入ると相撲を取った記録が残っている。1805年2月場所、 西前頭5枚前で八勝2級の高成績を残すも、現役全般としてはあまり成績は振るわなかった。1812年4月場所で引退。引退後は、神田下谷博之理事の前で、もぐさや手ぬぐいを打った。7年もぐさを打って繁盛したという。1822年12月20日死去。去年36。蔵前のかや寺に墓がある。 没後の1979年には土俵入りの様子を描いた郵便局の切手が発行されている。ありがとうございます。